始まりましたハローミキティチャンネルです。今日はですねディセンシアさんの提供でお送りしていきたいと思います。ということで今日は何しますか。本日はスタッフが語るミキティのここがすごいクイズです。嬉しい。褒めてくれるの。いやその褒め、まあそうですね、すごいって言っちゃった。ここがすごいですからね。すごくないとこいらないですよ。すごくないのも入っちゃってるかもしれない。嘘。褒めてお願いします。藤本さん、やっぱ視聴者の方から、はい、なんかこんなに裏表がない人なんて素敵みたいな感じになってるので。確かに本当はね、裏表すっごいあるかもしれないもんね。本当にめちゃくちゃ裏では信じられない態度を取ってるかもしれない。かもしれない。はい、あの身近なマネージャーさんとか。あーね、前もありましたよね、マネージャーさんのやつね。はい、いつもご機嫌だって言われてましたよ、前回は。ちょっと言わされてるじゃないですか。嘘、大丈夫ですか。言わされたのね、あれは。嘘でしょ、こんな長く一緒にいてひどくない。ほんと帰るよ、担当。なんかあの、ヘアメイクさんとか。ああ、そこまで。はい、あの YouTube スタッフとか。すごいじゃん、手を伸ばしましたね。手を伸ばして、はい、聞いてきましたので。わかりました。ちょっと藤本さん考えてみてください。あー、怖い。ヘアメイクさんに聞きました。うん、ヘアメイクさんの2人が答えた、藤本さんの第一印象は何でしょう。第一印象、まあ大体言われるのは顔小さい。違うんだ。違います。あ、分かった。ファンデーションの量少なくて済むんだ。めっちゃじゃない。メイクさんだもん。あ、違います。あ、なんか多めに出しちゃったなみたいなのよく言われるよ。え、顔小さくてですか。そうそう、ファンデーション普通の人2プッシュ、私1プッシュでよかったりするから。あ、化粧品の持ちが長くなる。第一印象ですか。第一印象か。そんな1問目からそんなにひねってない。かわいい。違うんかい。何何、お肌綺麗。違います。え、何、メイクさんで何思うの逆に。あ、生意気そう。あー、近いです。怖い。もうほぼ正解です。え、怖いって思ってたのメイクさん。正解は、気が強く少し怖そう。あー、だからあれだよね、モーニング時代からずっといるメイクさんだから、私の反抗期も知ってるメイクさんですから。それはもうそうだと思います。うん、初めてお会いしたのはモーニング娘。のジャケット撮影だと思います。はい、直接ヘアメイクをすることはありませんでしたが、目が鋭く少し怖い感じがしました。反抗期ね、あったあった。でも可愛さは本当でした。気づいてる。あー、そうですね、そうですね。すいません、ここがすごいって言いながら全然すごいところ言ってないじゃん。すいません、本当にどうなってる。しかもメイクさんなのに全然こうメイクとか顔とか髪の毛とかでも一切ない。まあそっか、第一印象だもんね。次いきます。はい、担当歴7年半のヘアメイクさんの表現より、ヘアメイクさんは藤本さんのとある行動に戸惑いを隠せなかったそうです。あー、なんかわかる気がする。その行動とは何でしょうか。すごい鼻を噛む。違います。え、違うの。違います。直しても直しても鼻を噛むじゃないの。違います。え、部屋にいても着替え始めようとする。知ってますか。なんかもうめんどくさい、いっかみたいな。違います。巻いたのにストレートにする。せっかく巻いたのに。そういう時期もあった。巻いてもらったけどなんか違うなと思ってストレートにしたこともあった。それ見てどういう反応されるんですか。黙ってるよねメイクさんは。静かに。本当その説は申し訳なかった。でもこのメイクさんじゃないんだけどね。そう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 。え、鼻をかむ以外思いつかないんですけど。なんで。なんかほらメイクさんだからさ、鼻かんだら鼻を直してくれるわけ。はい、でもその後すぐ私はまた鼻をかむわけよ。だから、あ、直したのにって戸惑ってんのかなと思ったんですよ。それは戸惑いますね。戸惑いの表情。もはや戸惑わないんだな、そんなことでは。すごい元気。違います。もう分かんない。いいですか、じゃあ正解をください。正解は、何でも噛み切る。確かにタグとかでしょ。あ、戸惑ってんだ。洋服のタグを歯で噛み切る。口内炎を噛み切る。届きました。確かに。あー、そっか、戸惑ってんだ。言ってましたね、昔。私はもう普通だと思ってたけど戸惑わせてんだね。何の会でしたっけ、口内炎噛み切る。生配信じゃない、それこそ。結構昔の生配信で口内炎できたらどうしますかみたいな。え、噛み切るよって言ったらすごい
コメントが信じらんないみたいなコメント来て、え、嘘でしょっていう。いや多分いないっすよ。いやでも本当一回やってみてほしい。噛んだ方が早いから。いや噛めないところできた時の方が私は戸惑う。そこは噛めないってところあるじゃん。歯が届かない場所。洋服のタグも歯で噛み切るんですか。噛み切るね。ハサミありますよ。だからハサミは私はハサミ持ち歩いてないじゃないですか。でまあメイクさんはハサミ持ってるけどさ、借りるのも申し訳ないなと思って、まあ別にいけるかと思って、あの布製だったらもう手で引きちぎるよね。あのプラスチック製というかのはもう手じゃもう手が痛いから、この自分の剣士を信じていく。めっちゃマネージャーさん爆笑してるんですけど、ある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 だよね。めっちゃうなずいてます。確かに。はい、はい、うん、次いきます。 YouTube スタッフの女子大生来てもらってるんですが、うん、その何人かいますよね。はい、はい、インタビューしました。うん、初めての動画撮影の現場で衝撃を受けたこととは何？あるの？みんな衝撃受けすぎじゃない？あ、分かった。なんとなくこれはずっと喋ってる。あ、でも惜しいっちゃ惜しいです。すごい文句言ってる。じゃあここがすごいクイズ。あ、すごいクイズ。すごい話しかけてくる。あ、でも近いです。近い？結構近いです。どこ大学ってすごい聞く。そんな聞いてます。聞く。彼氏いるかすごい聞く。あ、ほぼ正解。おお、聞きたいのよ。正解。スタッフと恋バナをしてる。確かにね。この間もね、宝さんとね、恋バナしたりね。初めての現場で緊張していた私に気さくに話しかけてくださったことはすごく嬉しかったです。うんうん、通っている大学はどこで、ほら聞いてる、うん。何を学んでいるのか、うん、恋人はいるのか、うん、いろんなことを根掘り葉掘り聞いてる。なんで私なんかにこんなに興味を持ってくださるの？気になるじゃん。驚きました。気になる。恋バナはしたいもん。もう人の恋でキュンキュンするしかないからね。そうですね。そうそうそう。どこ大の後、うん、恋人いんのって聞いてたよ。あ、そう、彼氏いんのとか聞く。だいたいいないのかっつってね。そうですね、衝撃ですよね。衝撃なんだ。衝撃ですよね。次いきます。はい、マネージャーの証言より、夫婦イベントの際にマネージャーが驚いたこととは何でしょう。今さら驚くことある？入り時間が違っても一緒に来る。あ、違います。違うの？私がずっと喋ってる。違います。全然当たんないじゃん。当てる気でいるのに。なんだろう。これはもう楽屋別々なんだ。惜しいです。惜しいです。楽屋別々でも？も？部屋に来る。部屋に行く。あ、正解です。びっくりするの？マネージャー過去2年目より、うん、ご夫婦で登壇するイベントの現場がありました。庄司、うん、さんとは楽屋が離れていて距離も割とあったのですが、向こうの楽屋行ってみようと。恥ずかしいわ。いたずらっぽく覗きに行っていました。うん、ついさっきまで自宅で一緒にいた。確かに。さん本人にはさすがに言えませんでしたが、可愛すぎました。確かに。向こうからは絶対さ、ほらこっちの部屋の方が人数も多いから絶対来ないから、ちょっと覗いてこようかなって毎回確かに言ってますね。なんでですか？寂しくないかなと思って。それは、ジェマさんが会いたいっていうより、うん、いや、様子見たいな、見たいなっていうのもあるし、寂しい思いしてないかなっていう。一人かな、誰といるのかなっていう気持ちですよ。はい、じゃあ次いきますね。はい、マネージャーが初めてミキティに会って思ったこととは、うん、これはもう可愛いしかないでしょ。もうちょい。すっごい可愛い。可愛いに類似することです。美しい。何々みたいだった。まあよくある、お人形みたいだった。正解です。お人形みたいだったって思ったけど、それがねめっちゃ鼻かむしね、タグは歯でかみかみしさ。どうなってんだって思っただろうね。あらかじめ社長からついにミキティ現場か、藤本先輩には礼儀正しくしっかり挨拶しろよと念押しされていたので、うん、はい、そわそわしていましたが、うん、気さくでフランクで、うん、テレビで見るままの印象でした。あとは想像以上に顔が小さく肌も綺麗で、うん、お人形みたいでした。
なんかお年玉あげよっかな若い子だからお年玉あげちゃおっかな。そうなんだ、感じですごい。そのさ、聞きました今社長のそのついにミキティ現場か歴史正しくしろよみたいな登竜門みたいな感じされてるんですよ私。いやでも藤本さんだって副社長みたいに言われてます。副社長って呼ばれてるぞお前みたいな、はい、言われてますけど何の力もないですよこんなミキティクイズでしたけれども、すごい嬉しいです。やっぱちょっと可愛いみたいな、喋んなきゃいいみたいなのは確かに昔から事務所の偉い人にも言われて育ちましたお前は喋んない方が可愛いんだって言われて、やっぱお肌も綺麗っていう話もあったんですけど、うん、今回ディセンシアさん登場ということで、はい、お肌についてもちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、お願いします。いつも肌が強いのに、うん、産後初めて肌荒れというか、そう肌の変化があったみたいな話もあったんですけど、あんなに、うん、こんなに可愛いと言われ、はい、人形みたいって言われる、そんな私で でもやっぱ荒れちゃう時もあるんですねどうでした、うん、出産後ってやっぱ変わるんですか。出産後はだから思ってたより自分に時間が全く、かといって別にもともとすごいいっぱいいろいろ塗ってたっていうタイプではないんだけど、より自分の時間が全くなくってパサついてたんだと思う自分がっていうのはすごいあったし、あと30代前半とかになるとやっぱりちょっと顎ニキビとかが出てくるような年頃にはなってきて、うん、っていう時代はありましたね。うん、それでも可愛いって言われ続けるすごいですね。すごくないですかもうね、褒められた言葉はすごい、あ、昨日かな、旦那にもね、なんか街で会った人が可愛いって言ってくれてありがとうございますって、全然否定しないで飲み込んだらすぐ飲み込むんだねって言われて、もう全部吸収することにしたんですそれが一番の美容かもしれない、かもしれない、うん、はい、でもやっぱりこう肌が荒れたりするとすごい朝の時間もかかるし、メイクするってなったらメイクの時間もかかるじゃないですか、隠したりしなきゃいけないし、でも本当肌が綺麗でいるっていうのはもう私の見た目のすごい一番大事なところを意識してるかなとは思いますね。なんか昔は本当に前髪がどうとか、アイシャドウ何色がいいとか、なんかボリュームのマスカラなのかどうなのかって、いや、まあ、今ももちろんね、そう好きだからやるけど、はい、っていう方が気にしてたけど、本当肌が一番大事よ結局、うん、ということで、はい、藤本さんにはこれからも綺麗なお肌であってほしいので、うん、今回はこんな商品をご用意させていただきました。ディセンシア、はい、ディセンシアリンクル OL コンセントレートです。はい、すごい可愛い、なんか高級感があるかも。私ね、ちょっと今嬉しいのはね、プラスチックなんです。瓶だとね、結構ね、急いでるから落としがちなんですけど割れちゃったりとか、あとなんかゴミの日が瓶かって思うのそう、それはちょっと嬉しいですね。こう美容液にしては大きめっちゃ大きめじゃないですか、量的に。でも結構ちゃんと 30ml 入ってます。この商品はシワやエイジングに悩んでいる方におすすめの商品で、うん、オイル状の美容液でケアすることで、うん、顔全体すべての印象がアップ。はい、使用後すぐ感じるハリ感やツヤ感、継続することで目立つシワの改善効果もある商品になっているということで。めっちゃいいじゃん。いやもうね、ほんとね、これから私ももう38なので、ほんとにエイジングと戦っていく一本でやっていこうと思ってるぐらい大事だと思うのね。今までは保湿一本でやってたんですよ。そこにシワのものとかシミのものとかやらなきゃいけないお年頃がやってきてるなとは思ってたんです。で、これでシワ改善ができるってことですよね。じゃあ使ってみましょう。へー、ちょっといいんですか、早速。しかもここを押すだけでいいっていうのもいいよね。あのさ、このタイプいいよね、テンション上がんない、なんか理科の実験みたいなさわかる、昔ながらのさ、やっぱり気持ち忘れられないよね取り合ったもんね、スポイトね。これくらいかな。サラサラよ、サラサラだけどちょっととろみがある感じ。これはね、気持ちいいと思う。あのね、化粧水寄りなんだけどオイルっぽいっていうか、新しい、なんかオイルみたいに重い感じはないんだけど、でもオイル入ってんだよね。でもオイルよりはサラッとしてる、でも化粧水よりはトロッとしてる同じこと言ってます同じこと言ってますよねでもこれが本当に正しい、あのテクスチャーの感想だから、あの
オイルみたいになんかベトベト重い感じはないんだけど、でもスッと伸びてスッと馴染む感じもあるし、オイルすぎるとなんかこう馴染んでいかない感じあるじゃん、時間かかるみたいな、そういう感じじゃなくて本当にスッと、ほらもうだっていなくなったもん、顔全体に伸ばして馴染ませるだけなので簡単じゃん。お手入れができてシワ改善、だからこのシワ改善だけど顔全体っていいってことですよね。かといって別にその気になるじゃあこことかこことかっていう使い方をしてもいいってことか、うん、でも全部に使えるっていうのはまた嬉しいよね。なんかこう覚えるのも大変じゃん、これはいい、だってもうほらなんかもうこれだけでしっとりしてる感じもあるしベタつかない。ちなみにこの商品を擬音で表すならば、うん、とろりピタパーンだそうです。あーでもわかるかも、そのとろりはでもとろりすぎないの、そうだからそれはカッコでとろりすぎないって入れたいだったらとろりだけどとろりすぎない。私多分これ買ったらもうピタってするしこうしっとりするから冬とかほんともったいないけど膝とか使っちゃうかも足とか乾燥するとこ使っちゃうだろうなって思うぐらいベタつかずスッとピタッとして、でもそのパンっていうのも分かる、なんかもうだってツヤツヤじゃないですか。あーなんか、まあ、一瞬じゃない、もう一瞬すぐもったいないわ、もっと感じたいわ。結構首とかにもスッと伸ばして、いやいける、だからこういってこうだよね首はね、首はどうにも技術でできないって昔から言われてるじゃないですか。でもどうにか首のシワをそうつかないようにしなきゃいけないなとは思ってますよ。でこれが自分の化粧水と乳液クリームの間に挟めばいいってことですよね。いいんですか、そのディセンシアさんだって化粧水だってクリームだって出てるだろうにいいんですか、こう間だけで。やっぱりそのいきなりこうラインを揃えるというか、そう今使ってるものを一気に変えるって大変じゃないですか。大変、お金もねかかるし、合わなかったらどうしようとかもあるじゃん、うん、だから今使ってるものにまずはこれをプラスして、確かにそれも嬉しいね。とりあえずまずこれ使ってみて、まあその肌に合っていいなと思ったら、うん、もうラインで揃えちゃってもいいしね。いいし、ああそれはなんかまず手に取りやすいですね、プラスアルファのケア、使いやすい、めっちゃいいよ。あのね、ほんとこれからの季節すごいおすすめかも。でオイルがちょっと苦手な人でもいけると思う、なんかちょっとサラッとして伸びやすいし、ちゃんと潤う感じあるんだけどなんかベタつかないっていうか、なので化粧水じゃ物足りないとかオイルじゃちょっとみたいな、みんなわがままじゃんねいいと思う、ちょっとぜひ使ってみてほしいな。今日はですね、ディセンシアのリンクル OL コンセントレートを紹介してきましたけれども、まあ、本当にね、自分の持ってる化粧水乳液の間に一つプラスするだけでよかったりするので、ぜひぜひ調べてみてほしいなと思います。そしてこちらの商品はですね、現在10日間分のミニボトルのサンプルが抽選で4万名、すごい数です、に当たるキャンペーンを実施中です。こちらの、はい、トライアルセットはですね、期間限定で、12月26日まで、通常価格が1980円のところ1480円で購入できますので、ここにねこのオイルが入ってる感じですね。だったら化粧水乳液とか、まあ、ディセンシアさんのワンセットがねお試しできるということで、詳しい内容は概要欄に貼ってありますので覗いてみてください。ということでこの動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上ハローミキティチャンネルでした。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上ハローミキティチャンネルでした。